皆さん、こんにちは。インスパイアの久田です。今日はですね、ちょっと衝撃的なニュースが入ってきたんですが、新しくですね、オンラインストアの、ストアーズという会社、サービスがですね、最短2分で簡単に、オンラインストアが作れて、しかもクレジットカード決済機能までついているものが、なんと無料で作れる。というですね、サービスがリリースされました。今日はですね、これが本当にまあ2分で作れるのか、どのぐらいのものなのかっていうのを実際に、私が試してみてですね、皆さんに、ご紹介したいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、ではですね、早速ですが、まずサイトの方を見てほしいんですが、stores.jp というサイトです。で、ここに、動画でですね、45秒で開始してあるのがありますので、まずはですね、こちらの方を見ていきたいと思います。よいしょ。Ooh, I can't seem to find the time for anything at all. But I still find myself just staring at the wall. Everything's alright with me.はい、というもので、45、2分で作れるものなんで、2分でやってくれればいいのになと思うんですけど、45秒で、まとめてくださったものがあるんですが、こちらのストアーズのですね、あのもの、まず何ができるかっていうと、無料でね、使えるものなんですが、ウェブサイトの知識が一切不要だと、HTML の知識が一切不要で、デザインは、自由自在に、レイアウトとか色とか変えられて、必要な機能はすべて揃っている。例えば、ストア設定、まあ、これ後で見ましょうかね。で、このように、ストアを開設するを押して、商品を登録する、販売開始する以上ということで、なんとこの中にですね、クレジットカード決済機能がついていると。で、ここにですね、料金表が出てるわけなんですけど、ちょっと料金表が、デザインが崩れちゃってますが、よいしょ。はい、見えますでしょうかね。はい、こんな感じであるんですけど、有料版と無料版とありまして、無料版の方では何が制限されているかっていうと、まずアイテム数ですね、商品登録数が、5点までしかフリーは使えないということで、まあ5点で商売されている方はほとんどいないと思うので、有料版になっちゃうと思うんですが、まあそれでも月980円で使えるということ。で、今回ですね、無料版で試してみますが、クレジットカード決済機能が無料で使える。ただし、購入された際には、別途クレジットカード決済手数料 5% がかかる。で、これは一回お金がですね、このストアーズの方に入ったものが、自分のところにキャッシュバックされる、戻ってくる形になっているので、例えば1万円のものであったら、1万円の 5% ですね、5% が引かれた状態で入金になるということだと思います。ではですね、早速ですけど、やってみたいと思います。で、まずですね、ここの一番いいのはストアを作るから行きたいと思います。はい、ストアの URL 決めてください。後ろは store.jp がつきまして、これ前にね、サブドメインで入るから面白いなと思ったんですよね。なので、インスパイア、インスパイアしたいと思います。で、メールアドレス、どうしましょうかね。これでやりましょうかね。これにしましてですね、パスワード、例えばこれにして、利用規約に同意する。利用規約もちょっと見ときましょうかね。はい。こちらにあります。ちょっとザザッと見ますけど、はい。まあまあ、特に、プレミアム契約の利用期間を1ヶ月します。翌月返済までします。はい。まあ、ちょっと詳しく後で見ますけど、こんな感じであります。ID パスワード管理。はい。
はい。ではですね、ちょっと進んでいきたいと思いますが、始めると。送信されたメールはですね、本登録願いメールをお送りいたしましたっていうのが出ましたので、そこから行くんですね。では、ちょっとですね、メールをチェックしてみたいと思います。メールに来てますかね。はい。メール来てました。よっしょ、これちょっと皆さんに、お見せできるかな。よっしょ、こんな感じなら見せれるかな。ですね。こんな感じなら見せれますかね。はい、ちょっとお見せしますけど、こんな感じで、登録されました。で、ここのですね、URL をクリックしてくださいとあるので、URL をクリックしてみたいと思います。はい。そうしますと、ご登録ありがとうございました。まずはストアデザインに行ってください。ダッシュボードへ移ると、押してみます。はい。押せたかな？まだですかね。はい。押しました。はい。ストアデザイン。ストアデザイン。左上から行きますね。ストアデザインを押してみます。どんなデザインにしますか？インスパイアというのは。これ日本語、ここは直せるんですかね？後でね。これ、ストアの名前ね。新潟、ネットビジネス。ここも本当は、画像アップロードできるんですね。まあ、ここじゃあ、ビジネス。そうかなと思って、一応ロゴマークをですね、画像を用意しておいたんですが、こちら。これが入ればいいですね。使用するオン、画像アップロード。はい。あ、もう入ったのかな。あ、これで入ったんですね。はい。これで入ったっぽいですね。あ、入りましたね。で、次、ストアのデザイン。これ一回保存しましょうか。はい。OK。で、ちょっともう一回見まして。ストアのデザイン、これで、色、背景ですね。まあ、背景は白でいいですかね。レイアウト。レイアウトもですね、商品数少ないんで、今回はですね、どうしようかな。これで行きましょうかね。6点も、5点しか出せないんで、5点目いっぱい出すとして、これしましょうかね。1個だけドーンとでっかいのがあって、小さいの。いまいちですね。これしましょうかね。これだとでも5しかないんで、これ、こんなんどうでしょうか。あ、この上のロゴマークがこんな小さくなるんですね。これ嫌ですね。まあまあ、これにしましょう。じゃあ、これで、4、これがいいかな。うん、これがいいですね。4点ぐらいにしましょうね。はい。これで背景は白で、アイテム、テキストカラー、この辺はまあ、このままでいいでしょう。オプション、オプション送料、設定する。今回送料はですね、まあ、無料にします。1商品だけ扱うんですが、だから0円にします。で、保存すると。はい、OK と。はい、アイテム登録。まずアイテムを追加と。アイテム名はですね、私が今売っている教材、ちょっと1点だけやってみたいと思うんですが、こちらのですね、売れる検査企業の見つけ方セミナー DVD、これにしてみたいと思います。はい、これにしまして、現在ですね、29,800円で売っているので、29,800円。にします。で、アイテム画像。はい。これをですね、入れてみます。よいしょ。はい。入りました。で、紹介文。紹介文、これで、こんなぐらいじゃ足りないかもしれないんですが、とりあえずちょっとコピーしまして、貼り付けと。値段、これは決済ですね。ここまで。はい。バリエーション、在庫数。在庫数ね、在庫数はまあ10ぐらいにしておきましょうか。で、これで保存と。はい。公開、されましたね。で、これで、2つ目が終わったんです。今度3つ目、オーダーリストで表示できるオーダー情報ありません。まあ、これ注文もないからですね。ということは、これでもう OK ということですか？振込先口座は登録しなきゃいけないですね。まあまあ、これは、今、した方がいいのかな？後でもいいのかな？
とりあえず、もうこれで、マイストアを見るっていうところに行ってもらうと、はい、これで一点物だけども、これが1個載っていてですね、ここをクリックしていくと、実際にこのようなページに行って、で、カートに入れるっていうと、カートに入ってですね、注文画面進むと。で、これでお届け先を入れて、ちゃんとカード決済ありますからね。これでもう OK っぽいですね。ということで、できました。はい。すごいですね。あと、じゃあ、ちょっとだけ、いろいろ見てみますけど、ここ、振込先口座ですね。この辺を登録しないと入金されないので、これを入れなきゃいけないですね。ストア情報を登録する。特証法ですね。ここは、送料無料とかっていう部分ですね。まあ、ここ一応もう最初から入ってますけど、ここはちょっと後で見ておきたいと思います。はい、使い方ガイドとかありますね。登録情報、入金情報。この辺が入ってくるところでしょうか。はい。ということで、この最初のストアのデザインがすごい大事ですが、ちょっと一点しかないので、できれば、これだとちょっと小さいですよね。もうちょっとドーンと出るのがいいんですけど、となるとやっぱこれなのかな。はい。ちょっと一点しかないんで寂しいですが、これでね、ちょっとやってみたいと思います。はい。ということでですね、これ今実際にですね、進んでみますが、はい。すごいですね。で、さっきですね、実は一個私見てたのは、ここのですね、ビデオのとこでは、この下に、ツイッターボタンといいねボタンがついてたんですけど、今ここでは出てないんですが、そういうソーシャル機能がですね、充実していくといいなという気はするんですけど、まあ、現時点でちょっとここではないですね。で、さっきカートに入れたので、回答に入っているので、注文画面進むと、このように入っています。で、まあ、せっかくなんで買ってみましょうか。自分の商品ですけど。郵便番号すべて続けて書いてください。はい。新潟県。出ないですね。打てと。はい。はい。電話番号。はい。これメールですね。これは、どうしましょうかね。私の、公開してる方のしましょうかね。相手ちょっと変えてみましょうか。はい。届きますと。で、これは、カード決済で、今から買ってみたいと思うんですけど、ビザ。はい。カード番号。ちょっとここだけ伏せますね。はい。すいません。ここで、入れてみます。はい、カード名義、今から入れます。カード名義は、まあ、見せてもいいんですけど、番号がまずいので、はい、で、これで、今度有効期限ですね。有効期限を入れます。で、セキュリティコードも入れるようになってますね。これは3桁かな。はい。これで、確認ページに行ってみます。はい。そうしますとですね、ちょっと見てください。こんな感じで確認画面に行ったら、こんな感じで、まあ、バツバツバツ伏せてますけど、出てきまして、これで注文する、押します。よいしょ。はい。送信中です。ご購入ありがとうございました。ストアへトップント。すごいですね。クレジットカード決済ができちゃいましたね。で、これで、おそらくメールがですね、届いてると思うんですね。はい。あ、ご購入ありがとうございましたってメールがやっぱ来てます。はい。これで、カード決済までがなんと無料でできる。これお金取られちゃいますけど、ということです。このオンラインストア、ストア JP、これすごいかもしれないですね。まあ、ただし、無料版の場合は商品点数は5点までなんですけど、まあ、980円で使えるだけでもすごいかなと思いますので、ぜひ皆さんお試しください。はい、今日はですね、最短2分で作れる、
クレジット決済がついている、オンラインストア JP について紹介しました。インストアネクタでした。バイバイ。